ティーナ、無事だったか。あら、シリカはどうしたのよ。一緒じゃないの？きっと近くにいるはずよ。探しましょう。近くっても見渡す限り樽だな。アスナ、何か言ったか？ううん、何も。そうか。開けてください。え、樽？今、樽から声が。おい、こいつはまさか。皆さんありがとうございました。まったく、あんたってば、何だって樽の中なんかにいるのよ。まあまあ、リーズ、とにかく無事でよかったよ。シリカ、今日はずっとピナと二人だったのか？いえ、シノーさんとリーファさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって、途中でモンスターに襲われてびっくりして樽に入ったら。なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。はい。そうか、シノンとリーファも草原にいたんだな。きっと今もどこかで迷子に。この場合、迷子はどう見てもあんたの方じゃない？まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。これはセブンちゃんが作った外部通信システムからのアラームだよ。相手は飛行家か。やあやあ、キリト君、元気そうで何よりだよ。ごたくはいいから、さっさと状況を教えてくれないか。そのためにかけてきたんだろ。なんだよ、釣れないね。まあこんな状況ならそれも仕方ないかな。少し待ってくれ。今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃじゃーん、プリビエット、みんなのアイドル、セブンちゃんよ。セブンちゃん。アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね、ユイちゃんがそんなことに。ごめんね、みんな。なんか、私一人ではしゃいじゃって。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってから、こうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも、今の状況を教えて。運営のレクトは、どう対処してるの？もちろん、レクトとは話をしたわ。でも、残念ながら、解決の糸口になりそうな情報は、何ももらえなかったの。まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナ・バベルというプレイヤーや NPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か発生する前にログアウトを推奨した。それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだ、キリト君。
まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ。レクトに確認も取った。できないよキリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらって、ユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで再ダイブをシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。わかった、好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら、無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ、構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。うん、お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよキリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういやこの子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや構わないさ、話を続けよう。ああそうだな、飛行家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、 GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクロウも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めちまおうぜ。今回はあそこに出たか。前とは違う場所だな。よう、あんたたちも異界ゲートを調べに来たのか。
緊急メンテ通知後にフィールドに出現するようになった謎のゲートさ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所も謎、出現時間も謎、しかもその先は見たこともない異空間だ。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ、これはとてつもないロマンだね。ああそうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。銀翼のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。家のゲート、これか。確かに前はなかったね。銀の人は見当たらないか。好奇心旺盛なやつだ。もしかしたらゲートに入ったかもしれないな。すまないが少し探索に付き合ってくれるとありがたい。もちろんだロッタ、みんな気を引き締めていくぞ。この景観もだいぶ変わってるな。ここは世紀末ステージ、侵入不可能な廃墟群の並ぶ場所だ。世紀末、私が元いた VRMMO にここと酷似した場所がある。なんだって。ここだけではない。草原の荒廃した建造物や町の繁華街の雰囲気、まるで我々のゲームの要素が ALO に権限しているようだと思っていた。そいつはペルソナ・バベルの仕業なのか。それは私にもわからない。そうか。わからないことを話し合っても仕方ないわ。まずはクロウとやらを見つけ出して少しずつ整理していきましょうよ。どうしたの？なんか元気ないみたい。ローちゃんとはもしや私のことか。うん、そうだよ。ブラックロータスとかロッタちゃんって言いにくいでしょ。それなら短い相性がある。え、そうなの？教えて教えて。私を昔からよく知る者はサッチン、もしくはサッチェンと呼ぶよ。かわいいね。じゃあ私はサッチンって呼ぼうかな。ああ。サッチン、やっぱり元気なさそうだね。私でよければ何でも相談に乗るよ。ストレア、君は確か NPC だと聞いた。君ならこんな質問にどう答えるだろうか。アバターが過去の VRMMO に移動するなんてことがあり得るのかどうか。それってつまりサッチンがそういう状態ってこと？なんて名前の仮想世界から来たのか言えなかったのはそういう理由？
未来の別のゲームからやってきたって言ったところで誰も信じないだろう。むしろ疑われるかもって。ストレア、いや、すまないな、変なことを言って。私自身、この状況が本当にそうなのか、だとしたらなぜ過去と現在の仮想世界がつながったのか、少し混乱しているんだ。私はね、もともとはユイと同じ MHCP なんだ。じゃなくってだったんだよ。プレイヤーたちの心を癒し、悩みを聞く。そうすることで存在意義を見出してもらうの。答えは導き出せないかもしれないけど、聞くことならいくらでもできるからね。ああ、ありがとう、ストレア。うん。あ、どうした、ストレア。これ、何？突然、頭の中に何かが干渉してきて。ストレア、おい、しっかりしろ。なんだこれは。キリト、アスナ、みんな、ストレアの様子が。どうしたんだ。わからない、会話をしていたら突然。ロータス、君にも変なエフェクトが出てるぞ。私はまだ大丈夫だ。それより、どれよ。今このものから発せられている声は、このもの自身の意識によるものではありません。今よりはるか千年後の未来より送られています。な、何？千年後。ちょっとストレア、何を冗談言ってるのよ。今はそんな遊んでる時じゃ。妖精たち、時間はありません。この千年の時を超えたつながりはとても微弱で、いつ途切れてもおかしくはないのです。って言われてもな。これは未来の世界の誰かにストレアが乗っ取られたってことなのか。突拍子もなさすぎるぜ。普段ならそう思うところだが、今回の一件もあるし、信じる価値はありそうだ。千年後の未来人でいいのか。あんたがどうやって過去に音声を送ってるのか理屈を聞いてる暇はない。あんたが俺たちにアクセスした理由、ペルソナバベルと今回の ALO での異常事態に関連してると考えていいんだな。皇帝、教えてください。一体どうしてユイちゃんがあんな目に遭ってるんですか。黄昏の魔女は千年後の未来に生きる者。魔女は自らを過去に送り込み、小妖精の封印と抹殺を図っています。封印と抹殺。理由は何だ。それがこちらにとって望まれていること。黄昏の魔女はそう考えたのです。ユイちゃんの抹殺が未来の世界で望まれていること。そんな、ありえない。これって本当なんですか。いくら VR 世界とはいえ、私にはやっぱり時間を移動するとか信じられません。猫妖精よ、時間移動は可能です。量子回路を通じて時間流に乗り、
たどり着く。黄昏の魔女はそれを実現しました。今のこの声はその術の一部を使用しているに過ぎないのです。マジみたいね。現にそこにいる黒き鋼の少女は妖精たちの生きる時代よりも未来の世界より権限せしものです。ロータスさんも未来から来たってことですか？とはいえ、そのものの時間流の移動は千年とは比べ物にならないほど微弱な規模のものです。おいおい、どういうことだよ。接続に限界が。待て、もう少し聞かせてくれ。黒き鋼の少女、案ずることはありません。黒き王の騎士たちもまた妖精の世界へと来ています。何？王との再会を皆心待ちにしていることでしょう。ネガネベラスのみんなが妖精たちに全てを打ち明けなさい。皆協力してくれるはず。おい、もう少し話を。おい、え、キリト、どうしたの？もう両肩掴んでブンブンしないでよ。ストレアに戻ったようだな。ん？みんな私の方見ちゃって。一体どうしたのよ。ロータス。心配ない。急にめまいがしただけだ。大丈夫か？先輩、先輩に何をした！？お前、先輩から離れろ！お前が先輩を！待て！まさかこいつ、かわいい！これで決めてやる！これで！先輩を傷つける奴は俺が許さない！お前はブラックロータスの待て！お前は何か勘違いしている。俺は突然倒れたロータスを支えようと。強い、しかもその羽。やめたまえ！先輩、無事だったんですね。というか君は、ちょ、やめ、先輩くすぐったい。あひゃん、変な声を出すな。落ち着いてきたようだな、この愚か者。いいぜ。どうしてほっぺをつねるんですか？いつものように頭に血が昇っていたからだ。この者たちは敵ではない。そうなんですか？まあ再会できてよかったな。
すみませんでした、キリトさん。いや、気にしないでいいさ、シルバークロー。ハリユキだっけ？君も大事な人を守りたかっただけなんだろ？はい。ありがとう、ハリユキ君。さて、じゃあ改めて聞かせてもらおうぜ。はい、気になってました、あの未来の人の言葉。そうだな、全てを言わねばなるまい。私と春雪君、シルバークローは君たちの存在するこの世界よりも少し先の未来の世界からやってきた。え、先輩何言ってるんですか？ここは確かにブレインバーストとは異なる仮想世界みたいですけど、未来だとか過去だとかはさすがに。ブレインバースト、それが君たちの生きる仮想世界の名前か？ああ、だがもう言っても構わないさ。あの未来のものも問題ないと言ってくれた。生きる時代が異なるのならなおさらな。この仮面も外そう。私の名はロッタ改め黒雪姫という。キリトたちからこの世界のことを聞くたびに引っかかっていた。アルブヘイムオンライン、それは私が生まれる数年前にあった VRMMO だ。ここは西暦2026年の VRMMO。君たちが2047年からやってきたということは、私と春雪君にとっては21年前の世界ということになる。なんだかやっぱり信じられませんね。確かに、これまで私たちいろんなことを体験したから、もう大抵のことには驚かないつもりだったけど、さすがに今回は開いた口が塞がらないわ。でもペルソナバベルは君たちよりももっともっと未来、千年後から来てるんだよね。ペルソナバベルのあのルール無用の能力も未来の技術ってことなの？実感が湧かないな。なんだか僕呆然としちゃって考えがまとまりません。私もさ。ただこうなってしまった以上は見て見ぬふりをするわけにはいかない。この世界にブレインバーストの要素が顕現していることも私たちが来たことと無関係だとは思えんしな。でも先輩、それはそのペルソナなんとかっていうやつの仕業なんじゃ？その可能性は高いとは思うが、断定するのはまだ早いと思うんだ。奴が行ったこととして確実なのは、塔を作り出しその中にユイを封印したこと、そして塔を守る異常に強いモブを操っていることだ。異常に強いモブを。あっ、ようやく私の存在を思い出したようですね、しもべ。こいつは？わあ、かわいいです。お人形さんみたいですね。本当ね。ちょっとゆいちゃんを思い出しちゃうな。アスナ。寄ってたかってブレーナ、我こそはビーイングの最高位、大天使メタトロンなのですよ。ビーイング、大天使メタトロン。すまんが、分かりやすく説明してもらえると助かる。はい、分かりました。でもメタトロン、どうしてその姿に？
いつもの光る石みたいな。それはこっちが聞きたいくらいです。というか石とは何ですか。とりあえずラインに戻ろうぜ。一旦落ち着いた方がいい。そうだな。やっ、これで決めるわ。うん、いい感じ。どうした、春雪君。この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、この世界に存在するエネミーはブレインバーストほど強すぎる設定がされているわけではない。もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目が追加されてるな。これはブレインバースト側のパラメーターなのか。はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要になる。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、レベルアップに至るまで全てバーストポイントが要求されるのだ。基本的には対人戦で貯めていくのだが、エネミー、いわゆるザコモンスターを倒すことでもバーストポイントは手に入る。ただしブレインバースト上に登場するザコはとてもザコとは言えない強さなんだよな。ああ、攻略することを前提としていないような、そんな奴らも多い。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ？なんかこのステータス見ると私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジしたとか。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せるからな。このスバルトエリアに発生している異常事態を踏まえて、黒雪たち別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。失うっていうのはどういうことだ。バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い、二度とあの世界にはダイブできなくなる。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失って二度と。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。 ALO と異なり一般的に周知された世界ではないのだ。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は今と全然事情が違うんですね。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によって
ブレインバーストについての記憶すべてを失ってしまったのを。ちなみにクロートロータスはナーブギアって言葉は知ってるか？はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、 SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから、思う存分利用させてもらおう。なあ、そうしておくといいさ。よう、キーボアルゴ、やっぱり残ってたか。当たり前だ。こんな状況で、はいそうですかとログアウトしてるようじゃ、情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいな、キーボ。手伝ってやりたいのは山々だが、俺っちも今は情報の収集に忙しいんだ。ああ、分かってるよ。一段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ。希望、頑張れよ。メッセージが届いてたな。機械型アバター。あんた、もしかしてロータスの世界のやつか？やっと。あ、お前さん、キリトか？あ、そうだけど、なんで俺の名前を？いや、会えてよかったよかった。こっちへ来たのはいいんだが、さてどう合流したもんかと。待ってくれ、まずあんたは誰なんだよ。あれ、ロッタから聞いてない？改めて自己紹介するってなるとちと気恥ずかしいんだが、俺の名はグラファイトエッジ、ロータスの師匠だって言った方が分かりやすいかもな。あんたがロータスに技を教えたっていう？まあまあそうなんだが、まあそれ以上は勘弁してくれや。あ、そうじゃ。あ、待ってくれ、まだ聞きたいことが。あ、言っちまった。で、メタトロンはブレインバーストではエネミーの最高位の存在ってことでいいのか？エネミーではありません、ビーイングです。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たちが束になってもかなうような相手ではないんですよ。ブレインバーストのとあるエリアのラスボスだからな。なるほど、かなり高レベルの AI、 あ、いや知能を持っているわけだな。当然です、私はハイエストレベルに達するもの、お前たちよりもはるか高次元の存在なのですよ。じゃあさ、メタトロン、この世界に起きてることや僕らが過去の仮想世界に来ちゃったこと説明できる？今はまだ調査中です、説明に至るには情報が足りません。そうだな、今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言っても
転移門が正常に動いてないし、行ける場所にも限りがあるわ。あのシリカ、どうした？私、今日リーファさんとシノーさんと一緒にいたんですけど、途中ではぐれちゃったんだよね。はい。でも、はぐれたというよりも少し二人と離れちゃったなと思いながら飛んでたら、突然空間に障壁みたいなものが作られちゃって、二人の方に行けなくなっちゃったんです。ひょっとしたら二人とも町に戻ってるかもって思ったんですけど。そんな様子もなかったな。二人はきっと障壁に阻まれて戻れなくなってるんだと思います。転移門で行ける場所が減ったことや今回の異変と関係あるんでしょうね。じゃあさ、その障壁ってやつのあたりまで行ってみようよ。ああ、そうしよう。シリカ、案内してくれるか？これじゃあお手上げね。この障壁は壊せない。抜け道もない。町にも戻れないとくればもうログアウトするしかないじゃない。でも絶対にお兄ちゃんたちはまだログアウトしてないって思うんです。だから私、ギリギリまで調べてみようかなって。それは私も同意見だわ。またこんな異常事態に巻き込まれて、あのキリトがおとなしく身を引くなんて考えられないもの。確かに。なんだか目に浮かぶよね。まあでも、行ける場所に制限がかかるだけなら、まだ警備のエラーってことで納得もできるんですけど、この変わり始めた景観、一体何なんですかね。不思議な空の色ね。綺麗だけどどこか不気味だわ。天変地異が起こり、美しい黒妖精の大地スバルトエリアが見たこともない景色に変わってしまった。おそらくこれで終わりとはならないでしょうね。何が始まるんでしょうか。さあね。だから私たちやどこかのゲーマーがこうやって調べてるんじゃない。そうですね。さあ、もう少し探索を続けるわよ。